我々も初めてやるイベントなんですけども、たくさん来ていただいてありがとうございます。今日の流れなんですけども、ここでちょっと私の操作見ながら、プログラムを3つほどみんなで一緒に作って、そうしたらもうみんな大体簡単なものは自分で作れるようになってしまうので、最後ちょっと自由に作る時間っていうのを設けたいと思います。日本橋パパの会のメンバーでちょっと始めたんですけど、団体名っていうかは新たにコーダー道場っていうのをいう名前にして、一応パパの会と別組織でこういうプログラミングを教えるイベントをやっていこうかなと思ってます。で、今日は私カマコギが講師というか進行役をやります。で、あとここにずらっといるパパたちが メンターというか先生役です。みんな、 なんか IT 企業の社長さん、あとインターナショナルスクールの社長さん、あと IT 企業のウェブディレクターっていう感じで、みんな専門家なんで、僕よりよっぽど専門家の人たちで、何でも気軽に聞いてください。子供にプログラミングを子供の時から学んでどうするんだとかいうふうに思うかもしれないんですけど、僕自身ですね、僕は小学校2年生の時にうちにパソコンが来て、小学校2年生の時からプログラミングを始めて、パソコン少年だったんですけど、今はいろいろあってそのプログラマーって仕事してないんですけど、それでも自分のこれまで育ってきた経験でいうと、プログラミングを仕事にしなくてもプログラミングすることで学べることってすごいいっぱいある、何よりもう小学校の時飯も食わずに熱中するほど楽しくやってたって、すごい楽しいことなんだなっていうのを理解してほしいと思います。今日やるスクラッチジュニアっていうのはアメリカの MIT の学者さんが5歳から使えるプログラミング言語というか環境っていうので作ったものなので、本当に今日来てるお子さんも自分でちょっと慣れれば作れるようになっちゃうと思います。猫ちゃんみたいにここの作品に出てくるやつを、キャラクターって言います、最初猫ちゃんが1個だけ出てるようになってます。でプログラムを作るのはこのキャラクターにいろいろと命令を出して動かしてプログラミングをします。ここキャットのところが黄色くなってるから猫ちゃんのプログラムを書いてるここです。でここになんかこういうのが並んでて、でこれ黄色、青、紫、緑、オレンジ、赤とか、これ命令の種類によって、6種類あるんで、こうやって出てくる。ちなみに青にすると、ここにこれが命令のブロックです。すごい簡単なやつで、じゃあまずこの右向きの矢印のブロックをこうやって手で持って下に持ってきましょう。持ってきてパッと離すとこれが猫ちゃんの命令するゾーンになります。持ってきたら今持ってきたのを1回押しパッとポンと押してみます。動いた1回、で右に一歩動く、っていう命令なんで、押したら押しただけ動きます。でこの1って数字がありますけど、1を押して、そうすると右下に電卓みたいなのが出てくるので、これ例えばここにすると
今日も行けるの?ずっと5つ動きます。今度は左に動くブロックがつけてみます。左に動くブロックを下に持ってきて、ここにピタッとくっつけます。右から2つ目のこのなんかピヨンってなってるやつを、これをもうくっつけます。それでやってみたらどうなるかというと、右に行って左に行ってジャンプ。このオレンジのブロックの中の、 あの一番右のなんか結構大きいやつ、はい、をこっちに持ってきて、どうするかっていうと、これをなんかこうするとですね、こんな感じでさっきの3つのブロック膨れるんですね。そう、膨れちゃいます。でこれはあの繰り返しブロックって言って、数字の4が書いてあるんで、まあ、ここのブロック繰り返しブロックの中に入ってるやつを4回繰り返すよって、あの上の段のなんか草原みたいなやつ、 ABC の左のところを押すと、こうやってなんか後ろが変えられるんで、まあ、好きなのにしましょうか。まあ、これを押すと、はい、まあ、大きくなる命令があるんで、この押すを出せて、で、クナッシーを、この緑の旗を、この猫ちゃんとクナッシーの命令の一番最初に付けてください。この緑のブロックの意味は、そこの一番上にある緑の旗を押したらスタートするっていう意味です。まあいいや、こういうのを、どうなってんの、これで写真とかマイクとか使ってみようっていうのが次やることです。カメラ動くかな、マイコとこのカメラが顔がちゃんとやるようにしてボタンを押すと自分の顔変えります。カメラ押すとこういうのが出てきます。でこの赤いのを押した後に録音できます。まあ、設定としては朝目覚めて起きてドアから出ていくとかいう設定にしてみましょう。なんかこだわってんだ。どういう風に動きたいんですか。見てね。ほら、まだここだけ空いてる。なるほど。これ全部やったらすごいじゃないですか。これもやってあげて。はい。10だからいい。じゃあ押して。キノコがでかくなった。すごい。なんか今日の夢に出てきた。家が動く。ねえ、かわいいね。こんばんはです。マイクも入ってる。何言ってる。さっき私フェアリーよから部屋になったら、ああ寒かったっていうセリフ。聞こえなかった。はい、じゃあ始めます。初見から作品です。自転車で行っ
って もうなんか物語になったよ。もう まあ、こんな感じで、まあ、ここで作る、はい、作って終わりというわけじゃなくて、まあ、iPad ある方は、まあ、お家でお父さんお母さんと一緒に例えばこんなのも作れますよっていうのをこれこの下のこの矢印を振って猫ちゃんを動かせるようになっててこんなちょっとゲームっぽくこうやってやっててボールとぶつかっちゃうとゲームオーバーです。そう、こういうふうに他のキャラクターと当たると何かが起こるっていうブロックとあと最初の画面にはこの矢印操作キーの矢印も一個一個別のキャラクターになっててでこれキャラクターこの上向きの矢印を押すとこの手紙を出すっていうブロックがあってこの手紙が猫ちゃんに届くと上の矢印から来た手紙をはでは上に動くとかそういう風な命令にしてあります。プログラム呼び出しをメールっていう機能でそうそうそうやらせるんですね。まあ、そういう風にしてキャラクター同士動きをつなげることができるんです。まあ、これも、まあ、第2回のやる第2回来ていただければ、まあ、この辺も含めてまたやるつもりです。匂いが全部出てる。こうやってタブレットとかってゲームをするだけの機械だと思いがちだけど、まあ、タブレットを使って自分で作品が作れるっていうのも子どもたちにも体験して分かってもらえたと思うんで、まあ、こういう創作の道具としてこれから使っていってもらえばいいなと思います。 2,3 年ぐらいになったらスクラッチジュニアの次のスクラッチっていうのが使えてそっちだと もっと本当のプログラミング言語っぽい複雑なことができるので、まあ、そのスクラッチのクラスもゆくゆくはやっていきたいと思いますので今後もよろしくお願いします。はい、じゃあそんな感じで。